うーし、再開していくぜ。さて、この先一体何が待ち受けているのか。これ何なんだい？おう、取れるの？これ全部壊す見合ったんか今。だからヒュドラの心臓、こんだけ？こんだけっぽいな。さて、降りてみようか。え？普通のダンジョン続くの？まだ。あ、中間地点だったっていうことはあれ。つまり中間地点だったっていうことかい、あれは。そういうことかい。なるほどね。何階層、今のあそこって超何階層目だったんかな。それちょっと気になるところだけどね。さて。イェイエイエイ、よし。よし、ダメだった。よし、ダメだった、俺。さて、チャキチャキ進もう。チャキチャキ進んでいこうじゃねえか、これ。お、また見たことないとこに来た気がすんな。なんですかい、どこですかい。宝ある、レアリティの高い宝ある。今何回目だろう。あそこの中間地点が何回だったんだろうね。それがちょっと気になるとこだけど、サクサク降りるか。なんか前も来た気がすんな、ここ。前も来た気がしますね、ここね。来たことないっていうのは気のせいだった気がしますね、これね。意外と強いな、このガラス。うーし。ジャキジャキ降りよう。ジャキジャキ降りてこ、お？お？あん？なんだこれ。壊せる。お、セーブ。じゃあセーブします。どうやらこれは回復装置と転移装置を兼ねているらしい。マークしておきますか？はい。やった！これなんだ？あれ、鍵がかかってる。ここまで来て鍵付きってなんだよ。扉の隙間から何か異様な気配が、はぁ、あ。アジダハーカーがいるのかしら？いるとしてもこれじゃどうしようもないよね、開かないんだもん。赤サビが浮いて相当古そうだ。ぐっと力入れるとわずかだけど入れる。アナンダちゃんのタックルできるんとちゃうのか、それ。爆弾でも仕掛ければ。はぁ、あ。とりあえず手持ちのアイテムでは破壊できそうにないわね。妖精さんに頼んでみたらどうかしら。はあ、そういうこと？一旦帰れっていうこと？あ、戻る。おーし。妖精さんに相談しようか。金槌妖精に話しかけるとイベントが進みます。次のイベント戦とは負けるとゲームオーバーなので先にセーブしておくことをお勧めします。はっはぁ、ちょっと一回休もう。イベントが起こるかもしれんから一回休もう。プラポン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 。なんも来ませんな。お、サンダー覚えた。じゃ、一応こっちでもう一回セーブして、種回収して、うん。じゃがいも炊いてこれ。うん。はい。あとくじ引いてまだ手に入れてないアイテムがある気がすんな。シューバナナン手に入れてないね。とりあえずアイテム使おう。じゃがいも炊いて使おう。最大 HP90 か。アナンタちゃんで1万超えたね。アナンタちゃんね、前からこいつだか。前から、前回パートからこいつだ気がする。かなちゃん作って。爆弾をいきなりだ。ダンジョンの奥地に無茶怪しげな扉があってね、それをできるだけ安全に、しかし確実に吹き飛ばしたいのよ。爆弾の安全性と確実性は比類しますし、それで材質はなんでどれくらいの大きさですか。3メートル ×3 メートルの四角い扉で、材質はなんだろう、よくわからん。多分鉄。聞いた感じごく普通の扉ですね。場所が場所だけに魔力で保護されてる可能性はありますが、そうでなければ爆発することに苦労はないでしょう。あとは安全性の確保か。ちょっと静田のおじさんに相談してみますよ。材料さえあればすぐに作れると思うので、もう一度明日ここに来てもらえますか。わかった。その扉の奥にアジダハカーが。まだわからないわ。途中の障害物が鉄ガスの状態だったから、まだ誰も到達してないのは確かだったけど。爆破でき次第私も同行しましょうか。足でまといでなければですけど。かなちゃん一緒に来てくれるの助かるよ。でもそれ、妖精さんはご精神なんだから、アイテムを作って貢献してくれたらそれでいいよ。今回の爆弾作りだって実際そうだし。まあね、危険事やしね。
何がいるかわからないから、どっちにしろ何がいてもあんたの体力じゃブレス一発で燃え尽きちゃいそうよ。まあ否定できないですけどね。それじゃあ私は私の得意分野で頑張らせてもらうかな。アナントさんたちには命を大事に頑張ってくださいね。オーケー、任せといて。さて、いよいよ最後か。何その表情、あんたもアジダハーカは怖いんだ。怖くはないんだけど、まあ誰だって相手が怖くないのかい。じゃあなんだよ、強敵を前にしたいつもの気合はどうした。いや、そのベネッチはこれが終わったらどうするの、また狩りの生活に戻るの。さあね、そもそもアジダハーカを撃破したら男女に どんな影響が出るかわからないし、そんなことは倒してから考えればいいんだ。なってみないとわからないわよ。そうだよね、今は倒すか倒されるか、それを一番に考えてみるってね。すっかり冒険者にはまってるけど、こんな生活いつまでも続けられるものじゃないわよ。あんただってわかってるでしょ。あの扉だってただの中間地点で、もっとずっと奥がある可能性だってあるんだ。しっかりしろよリーダー。あのベネッチ、ベネッチ、それリーダーだって認めてくれてるってこと、それ戦いの方に集中しなきゃな。お、アイちゃん、あれお姉ちゃん一人なんだ。ベネッチは散歩に、シズナちゃんはお姉ちゃんやよ、お姉ちゃんや妖精さんと一緒に今後の相談をしてるみたい。ああ、どうした。この手紙をお姉ちゃんに渡してくれって、黄色い髪のポニーテールの人だって、あいつか。アリサの手紙、どれ。話があります。深夜0時ダンジョン村の南で待ってる。南ってそういえば行ったことなかったね、つか行けたことがなかったね。これはもしかして、個人的な用事。はあ、爆弾の方もなんとかなりそう。へえ、良い爆弾ができそうだって。さすがかなちゃんやな。なるほど、イベントの方行くんかい。とりあえず0時に、あら行くんだ。結局抜け出しちゃったな。付き合ってやるか、付き合ってやるかい。あら時間通り、嬉しいわ。こんな時間に呼び出すぐらいだから、あんまりいいことじゃないだろうけどさ。良いことかどうかはあなた次第よ。あの子供から聞かせてもらったわ。ついにアジダハーカの手前まで来たらしいじゃない。アジダハーカかどうかはまだこれからだけど、でも別に私の力だけじゃないからね。あんまり乗ってこないわね。さっきから君が殺気を発しているからだよ。なんだってそれ。アジダハーカだけど、このまま野放しにしてみない。なんで。その方が私たちにとって都合がいいから。なんだっててめえ。今あなたは世界の限界に指を触れている。もうこれ以上強い敵は望めそうもない。だけどアジダハーカが復活してしまえばどう。そこに無限の未来があるでしょ。恐るべき強敵が、前人未到の洞窟が、無限の強さ、無限の宝を揃えてあなたを待っている。どうかしら、あなた。何も今倒すことはないじゃない。もう少し先延ばしにしましょうよ。せっかく素晴らしい力を手に入れたのよ。お互い有効に使いたいでしょ。アジダハーカが蘇った世界なら私たち英雄にだって。そんなことを聞かせるために私を呼んだんなら馬鹿にするなとしか言いようがないね。私は確かに後の世界のことを心配している。私がこの村がどうなるのかなって不安に思う。だからって世界の脅威を野放しにしようだなんて思わない。アジダハーカも人間と大差ないのよ。人間は歴史の中で繰り返してきたわ。魔物の勢力が弱まると必ず人と人とで争いを始める。言ってしまえば人類共通の敵として魔物がいる今の状態は人間にとっても健全な状態であるのよ。神にとってもね。神にとっても。昔はどうだったか知らないけど、今の神様は人の信仰を力に変えて暮らしている存在。世界が荒れているくらいがちょうどいいのよ。人同士の争いになると信仰が分散するしね。他人の神は自分の悪魔になっちゃうんだし。何より人が力をつけすぎたら今度は神に牙を向くかもってあいつらビビってんだよ。どういうことなんだよアリサちゃん。随分と饒舌じゃないか。どうして君がそんな神の世界に詳しいんだ。私が神の命を受けて地上を荒らそうとしていたからよ。なんだと。魔王が早期に倒されて焦ってるのよあいつら。だからって神様が地上に降りてきて魔王復活の工作なんてやったら信仰どころじゃないでしょ。だからどうでもいい人間を代理に立てて荒らさせたの。褒美に剣の力を与えてね。そう、やっぱりアリサちゃんか、拾ったのはあの剣を。あの剣ってどの剣かわからんけど、道中なんか結構前半の方でそんな話あったよね。封印石をぶっ壊すぐらい。やっぱりそうか、あの事件も。いやーね、そんなに責めないで。私も知らずにやったことならね、むしろ世の中のためになると思って。魔王はあなたたちが倒してくれたんだって。あの時は神も随分取り乱したらしいわよ。見たかったなその姿。あんなに頼られていたのに、今や私もアジダハーカの復活が分かっちゃって完全にお払い箱状態よ。資格までや
ってくるんだから世話ないわ。資格。私は神に感謝してるわ。こんな素晴らしい力をくれてありがとうって。これから先世界が荒れるなら、この力も存分に震えるってものよ。私はこの剣で超人になったの。誰にも負けない超人。これからって時に世界を台無しにされてたまるもんですか。ちょっと、もうすぐなんだ。適当な理由をつけて討伐を少し先送りにしてしまえばいい。何が適当な。それにそれはやっぱり負けんだ。私は君のことがちょっとだけわかる。世界に対して似たような不安を抱いていたから。でも私が未来を嫌いにならなかったのはきっと仲間がいたからで。君は君が一番で、私はみんなといるこの世界が一番なんだ。だから私はその誘いには乗れない。ちょっと装備品返させてほしい。装備品返させてほしいっす。装備品を返させてほしいっす。装備品を返させてほしいっすよ。超適当な装備品のままっすよ今。どうしましょうかねこれね。とりあえず防御力上げよう。やばいねこれね。勝てるかな。鉄壁の号令する必要なかったね。ビッグプレゼントでよかったね。ちょ、これ勝てねえんじゃねえか。小さな田舎の勇者気取りが神の力を振るう超人に勝てると思うな。勇者気取り、君は勇者を知ってるとか。あの子は必死に立っていたんだぞ。どんなに惨めでも最後には花が咲くと信じて。ちょっとこれ勝てないんじゃないでしょうかね。これね、勝てないんじゃないでしょうか。あかんのではないでしょうかこれ。非常にあかんのではないでしょうかこれ。叫んじゃねえぞこんちきちょうめ。これ無理くせ、これ無理くせえぞおい。おい、これはなんとかなるか。うわ、地味品ではないな。丁寧にいけばなんとかなる感じだな。うおい、どうしたの。辛そうね。そろそろ終わらせてあげようか。辛いね。だけどまだ倒れるわけにはいかない。村に来て頑張ったみんなはもっと辛かったろうさ。それにちゃんと勝ち目だって見えてる。頑張って頑張って、アナンタちゃん頑張って。アナンタちゃん、いやー、あの攻撃が来たら死ぬな。ヒットポイントが8000残っている状態で攻撃に移るか。それだ、その方向で行こう。8000残ってるからちょっとビッグプレゼントあげよう。で回復しよう。よしよし、ふう、ここだ。攻め飛びだ、今が攻め飛びだ。なんとか、うわー、次のターン6連続攻撃。ちょっと防御防御防御。あぶねえ。意外とかわしてる意外とかわしてる。よく生き残ったわね。まったくんが今ね、最後の2発が外れちゃうなんて。さっきのは外れたんじゃないよ、私が外したんだ。アナンダちゃんかっこええ。君は確かに強いけど圧倒的に経験が足りてない。それに随分と攻撃が大振りだ。今までの戦いで君の技を見切らせてもらったよ。なんだって。君はこんなに戦いを長引かせるつもり、長引かせるんじゃなかった。おとなしく剣を下ろすんだ。完全に私有利に進んでるでしょうが。もうやんたは次で倒れなさい。アナンダちゃん急に、超それ、おい、熱すぎるだろこの展開。どうしてどうして当たらないの、こんなこと。急に強くなった君にはわからないだろう。今君が目にしているのが、君がないがらしろにしてきた何百万という経験値の壁だ。あなんたちゃん、なんですって、そんなものに力なんかあるわけが。この戦いで負けを経験していくといい、行くぞ。あなんたちゃんがかっこよすぎるんですけど、これ。いやー、ちょっとなんか、あまりにも感動的っつうか、あまりにも熱くてちょっと涙が出てきたよおっちゃんこれ。すげー、あなんたちゃん、おい。すごいのが今画面に飛び込んで、すごいいいところで画面に飛び込んできましたが、はい、見なかったことにしてください皆さん。前もなんかこんなのがあった気がすんな。君の負けだよアリサ。なんだ、私は超人ですらなかったということか。情けない。私が思ってるほど未来はつまらない世界じゃなさそうね。向こうにいても喧嘩の音が聞こえたわよ。こんな闇討ちみたいな真似あんた言い逃れできないわよ。落ち着いてよベネッチ。何よ。違うんだ、これはその、
そう話し合いから行き違いで喧嘩に発展しちゃったけど、殴り合ったら最後には友情が深まっちゃった、あの感じ。知らん一発的みたいやれって言うな。反省。あなたの言うとりよ。ちょっと喧嘩になっただけ。負けたら死のうと思ってたんだけどな。ダメだ。未来が楽しくなっちゃった。もう少し生きてもいい？好きなだけどうぞ。もう私を狙う理由もないだろ。狙いはしないわ。だけどいつかもう一度、いや今度は試合をしてみたいわ。勝手を通り越して悪いけど、もう少し村で働かせてもらう。剣も情報屋も仕事も力を入れてやっていく。今はそれで許してもらえないかしら。そんな簡単には許せないわ。あなたが良くても私がダメよ。こんな夜中に駆けつけてきてくれる仲間がいるの。あなたが言うみんながいる世界が大事ってのは本心だったみたい。許してもらえなくていいわ。邪魔になったらいつでも追い出して。ねえアリサ、一つだけ約束してくれないか。私たちがもし負けてたら、今度はアリサが剣を取って世界の脅威に立ち向かってくれないか。無駄な約束だわ。立派な人材が多数いるこの村で、私なんてただの裏方でしょ。それに負けないでしょ。そやなあ。よかった、剣は通じたんだ。どういうことか一から全部説明してもらうから覚悟しとけ。やべえ、アリサよりこっちの方が怖い。いやー、お爆弾やった、爆弾もらったで、爆弾もらったで。これさて、なんで今寝た、なんで今私寝た。指示セーブして爆弾もらいましたか。はあ、ちょっと情報やってみよう。アリサちゃん、こんにちは。全然あれなんだな、変わってないんだな。うん、ちょっとさ、アイスちゃんがそういえば冒険者やってるみたいなこと言ってたけど、ギルドにいるんかい。ギルドにはいないね。話も変わってないね。変わってなさげですね。いた、こんな人前からいた。そういえばアイテム図鑑って今どんな感じなんだろうね。ちょっと見てみよう。 44% か、かなりあれだね。全然まだまだだね。半分すら行ってないとは半分すら行ってないとはやばいなこれどんだけアイテムの量あんだよこれ。行こう行こう、アジダハーカに。ちょっと待ってよ、装備品、まあいいか、まあいいか47F なんだここ。ちょっと待って、装備品を、かんざしとか装備してたからかな、回避率プラスだなとかなってたからよかったんかな。竜だよね多分ね。このブレードボローチっての多分いいでしょう。アジダハーカには悪竜っていうのが何をしてくるかわからんな。即死とかやってきそうだな。あなんたちゃんはとりあえず耐性あるからいっか。このままでとりあえず行ってみよう。妖精さんのお手並み拝見。よしやるか。どう？ダイナマイトじゃない？ちょっとなんだちゃん大丈夫だった？なんだちゃん、ゲホゲホ、何やってんだバカ。決戦の前に体力減らすバカがあるか。バカバカ言うなよ、ちょっと心配になって確認しに行っただけじゃないかでもいいじゃん、決戦の前に少し緊張が解かれたでしょ。そうね、うちのパーティーは神器臭いのよりこっちの方が似合ってるわ。フォロー入ってるんだが、しかし妖精さんの爆発はさすがだね。見事にか扉だけを吹き飛ばしてるよ。これで待ったなしか。あなたおいくかい。いや、あんた微妙に体力が減ってるから回復してから行くようにね。はーい。いやな、あのダイナマイトの爆発を食らって1500ぐらいしか減らないあなたちゃんは異常だと思いますそれよし行くぞ、止まらない、行くぞみんな。さてこの先に一体、お宝がある。緑色の宝場、初めて見た気がすんな。リカバリーパウダー、あー重複したな完全にな今これな。それだけ強敵だっていうことか。おわっ、なんかごついのがおるぞ。こいつが本当に嫌がった。まだうまく動けないみたい。これならもしかしたら、いやー世界の存亡がかかった一戦なのにほとんど注目されてないって損した気分だね。あなた号令をちょうだい。うん、今しかない。こいつが地上に出てこないうちにここで私たちがアジダハーカを倒すんだ。やるよ。オッケー、あなたみんな黒いなこれ。アジダハーカはまどろみから抜け切っていない。今がチャンス、今がチャンスということですね。とりあえず新竜王の剣、何属性が効くのか
を試したいね。とりあえずバフかけるか。そうは言いつつもスピリットブレスオールかけるか。どうする？八方腕砕き。能力とか下げられたら嬉しいけどね。下がるかどうかっていうのをまず試していこうか。アイスクリームパーティー7000。ビューじゃないのか。火力が足りてないので攻撃力低下。おい、攻撃してくんのかよ。暗闇か。しずなちゃんだったらいいわ。よよ、一旦リカバーかけて、攻撃力が下がったね。骨砕きもかけよう。私に任せてしとくか、一応。しとくべきか否か。1万ダメージ、やっぱり竜なのかな。竜特化が効いてると思って問題ないかな、これ。うわー、正気毒、結構痛い。ちょっと私に任せてしとこう、一応カバーかけて発砲で砕き、マナプロードでアナンタちゃんを、マナプロードしときますと。よし、アジタハカは何だって今、何だって今、それ硫黄の剣、硫黄の剣に、ちょっとオーバードライブ取っとくか。ガードヒールとかアランタちゃんにかけておこうか。ノンパルタッチ。クリスタルブレイド。アランタちゃんいいダメージ出る。6000、そこそこいいダメージ出るね。うわー、アランタちゃんの硬さが今異常だったな、それ。硫黄の剣。ちょっとオロチの爆発力をどっかで叩き込みたいんだけどな。今なんか攻撃力が元に戻ったみたいなの出たな。よし、精神力が元に戻っちゃったか。それとそろそろアイスに消えるな。うわー、ベネッチ強え。それベネッチ強いっすね。ちょっとそれ、ベネッチちゃん、ベネッチめちゃくちゃ強いっすね、それね。よしよし、いい火力出せてるぞ、みんな。暗闇ばっかだな。うわー、アジタハカが少しずつ力を取り戻してきている。これいい加減、そろそろまともに攻撃してきますよっていうこと。一応一文字は全開にして、ノンパラのアイスクリームパーティー。よし、味方をカバー効果が切れた。よしよし、闇のオブレス。炎、第二形態ってことは第何形態まであるんか、これ。第いくつ形態まであるんやっていう、そういうのが気になるところでございますな、これな。水、属性攻撃のが効いたり、魔法攻撃とかのが効いたりしないかな。そんなに効かないな。私に任せてする必要性なさそうだな。なんだそれ、混乱か。いいダメージ出てる、本当に。一応本当に何があるか分からんからな。ちょっとここ攻めに行ってみるか。攻めに行ってみましょうか、これ。愛ちゃんはないのか。クリスタルブレードで。うわー、早い。どう。まあいまいちだったな。ベネッチも乗せられればそこそこ違ったんだろうが。やばいぞ、眠ったって、それやばいぞ、それ。滅びの竜がゆっくりと動き出した。これまずい、非常にまずいです。今
と私に、ま、鉄壁の号令一応かけて、リカバリーパウダー1個しかないな。ここでリカバリーパウダーか。あれ、無価値の答案、なんだこれ、なんだこれ。まあそれはいい、それはいい。ここでリカバリーパウダーを使うべきか否か。使うべきだろう、使うべきだろう。よしよし、次のターンのみ魔法が禁止される。あぶねえ、やっといてよかった。沈黙か、私に任せて。うわー、何もできない。ウルトラ傷薬で自分を回復して、発砲デクダキがそろそろ切れてるか。よしよし、炎のブレス。よし、アナンタちゃんはダメージを受けてない。くーくー、魔法が使えないって、それそれ、ほんとに沈黙耐性とか関係ないんだな、ほんとに。これまずいぜ、これはまずいぜ。腕砕きもかけて、ちょっと MP が足りなくなってきてるから、スノーリバイブかけたいね。くっくそべ、しずなちゃんが、しずなちゃんが持ってかれるのが一番つらい。あといって凶暴化するような武器持ってないしな今。あアイスクリームパーティーが切れ始めてるか。オーバードライブ、アナンタちゃんに攻め入ってもらうか。ここはよし、頑張れ頑張れ、アナンタちゃん頑張れ頑張れ。トリッキームーブ、アイスクリームパーティー、アイスが切れてるからか。くっ、よしよしよし、やめてくれそれ本当に。くらー本当にそれがつらい。傷薬に攻める、アナプロード、アナンタに。よし、15,000、めちゃくちゃいいダメージ出てるよ。1日で3分の1の、ちょっとこここまでだな、なんとかなりそうな雰囲気ではある。マナプロードをしずなちゃんにもかけよう。全員にマナプロード回していこうぜ。ちょっとこれ大事にいこう、大事にいこう。やぶねー、くくくう、ういウェイ、一応リカバー封じて自分にもマナプロード。よし、攻撃力低下。いや、アナンタちゃん頑張ってくれ。くっ、うんうん、
しよしよし、体勢はあるからな、いっぱい防御低下してるのがちょっといただけないが、腕砕き切れてたっけか、引っかかったままだ。スクルドの効果が切れ始めたな。よしよし、くわー持ってかれた。フェイズのいけるかこれ。うわー眠った、くそ。しっかり体勢をつけてくるべきでしたね。でもなんとかいけそうな雰囲気はあるが、なんとかいけそうな雰囲気はあるぞこれ。私に任せて、ちょっとここはスピリットブレスオールかけて。下がりすぎだよベネッチ、いろいろそれ。メディでアイスクリームパーティー、よしよし、うー、あー魔法禁止が来たー、うっせー、これが本当にいやらしい。ビッグプレゼントかけて回復して封じてあげる、よし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 、うん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 、あ、よし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 、シズナちゃんさえかからなければどうにでもなりますよ。腕砕き切れてるかい、マナップロードあなたにかけて、よしよしよし、なんとか安定してるな。オーバードライブが全然使えてないけど、いけそうだぞこれ、いけそうだな。ヒットポイントどんだけあんだよタフィーナ、おめえな。ロンパラモードチェンジでいくか、ちょっと待って、その前にスノーリバイブかけよう。よし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 、オッケーオッケーオッケー、スタンだと、あな、しずなちゃんスタンしてる、あ、全員戻ってるな。このターン攻め時か、このターン攻め時ですか、攻め時ですかこれ。いてまえみんな、よしよし、これが超いいダメージ出る。おお、なんだ、よっしゃー倒した、みんなのオーバードライブで綺麗に決まったな。じゃあどうだ、これで終わりだ。さて倒せたのかこれで。さすがにマグマの中に突き落として生きてたならそれ以上やりようがないわ。村に朗報を持って帰れるね、これで一安心というところかな。お？って使えないみたいだ。使えるところまで戻りましょう。ほう、本当に大丈夫なのか、怪しいな、本当に今ので倒せたのか。なんか起きるんちゃうかこれ、なんか起きるんちゃうかなこれ。これピョンって向こう行けないの、行けないんですね。これピョンって向こう行けないの、行けないんですね。さて使えるところまでも、あれ
機能してない、使用することができない、帰れなくなったか、まさか。あ、ちょっと装備品、ちょっとなんだと、アジダハーが生きているにしたってあれだけの傷でこれだけの速度が出るっていうの、さっきと全然スピードが違うじゃんか、なんなんだよこれ。皮膚が再生していってる、まさかまだ成長を続けているのか。こっちはもうボロボロだよ、逃がしてくれそうもないし、何か策はないの。くそ、これじゃ私たち滅びの竜の目覚めを早めただけじゃないの。よく見て傷は完全に塞がっていない。アジダハーカは怒りのあまり我を忘れている、休息を取らなきゃいけない場面で無理に追いかけてきてるんだ。そう考えればこれはこいつの失策だよ、私たち以上にこいつの状態の方がヤバいんだ。こいつの成長速度を考えたらもうこれが最後のチャンスだよ、ここで倒せなければ近いうちに村は炎に飲み込まれてしまう。やろう、今度こそ私たちで完全に倒してしまおう。ああ、やれるか、よし。ベネット愛ちゃん、もう一頑張りしましょうか。帰って美味しいケーキでも食べる夢を見ながら、ちょうどこんなところで楽しい未来を潰されてたまるか。これが最終決戦だ。くー、暴走アジダハーカ、戦闘を長引かせてはいけない、奴の歯本来の力を取り戻す前に一気に倒してしまうのよ。装備品をさ、いろいろさ、整えさせてほしかったなってね、思ってるんですけどね、これね。そうはいつも八方腕砕きとか、かけたらお前でしょ、それ。よしよしよし、敵がどんな攻撃をしてくるのかわからんからな。お、睨んでるだけや。攻め時か、これ攻め時なのか。サンダー、ちょっとさ、スローメディテーションアイちゃんにかけてスノーリバイブ。うん、頑張ってくれ。よし、強制的にこのターンを封じ込まれてしまう。なんだって、くっ、だがまだなんとかなりそうだ。リカバー、ノンパラー、モードチェンジ。よしよし、火力は十分だ。攻めよう。ダイヤモンドブリザード、よしよしよし、ガン攻めやで、ガン攻め。うわー、寝たー。1万5000、アイちゃんすんごいダメージ出てるよ、それちょっと一旦回復して、ダイヤモンドブリザード、しゃあ、これベネッチを起こすべきだったが、今の疫病だと。まだ寝てるな。ちょっとスピリットブレスオールで上げて、死ぬか、回復しないと死ぬな、疫病でな。ベネッチ早く起きなさいよ。よし、くっ、ガーハハハ、毒耐性があって助かってる。リカバー、骨砕き、アイスクリームがなくなりました。よし、チャンスです、ガン攻めチャンスです、これ。クリスタルブレイド、一曲終わっちゃいましたよこれ。あとどれぐらい体力があるのかわからんな。勝ち起こったように笑っている、もう時間がない。ちょっと、結構いいダメージ与え続けてきてると思うよ、これ。ダメなんですか、間に合わないって言うんですか。お、どうだ、よっしゃー、倒した。
みんなかっこよすぎるだろ。さあ闇に帰るんだアジダハーカ。アナンタそいつまたブレ、まだブレス。アナンタちゃん、アナンタちゃん大丈夫なんかそれ。早すぎますよ、まだ3日と経ってないじゃないですか。信じたくない気持ちはよくわかります。私だってまだ信じられません。でもそういう結果なんですか。どういうことそれ。こんな花まで買っちゃって。だってアナンタさんは、なになになに、あ、プレスが直撃して2日で完治してたら私の立場がないだろ。おめでとうございます。おはようございます。ご主人様、すっかり元気になられましたね。さすが、なんたちゃんやで。あれ、どうしたの、妖精さん、なんか暗いよ。私はレイチェルみたいに切り替えがうまくないんですよ。ご主人様、はい、レイチェルからのプレゼントです。ありがとう。そんな、あげんなよ、それ。食べ物以外で祝ってくれたのはレイチェルが初めてだよ。食べ物なら鉄板だから花なんかやめとけって言ったのにな。妖精さん、なんかやさぐれてない？かなちゃん、ちょっと泣き疲れて、ちょっと情緒不安定なんですよ。泣いてませんよ。私を流したら大したもんですよ。ところでご主人様、どうしてわざわざここに？これからみんなでパーティーやるんだ。よかったら参加してあげてって伝えに来たの。青少会ですかい？ラルフ君もアデラちゃんもアイマンさんもガイフさんもみんな来るよ。外の人に言ったって誰も信じてくれないから、この村だけで騒ごうってさ。そりゃ4人であれを倒したってのは無理がある話ですよね。じゃあ私たち2人も参加させてもらいますね。場所はどこですか？村の西、ベネッチの家から上に行ったところのちょっと開けた草原。はぁ、いいね。開始までもう少し時間あるけど行ってみれば。何か出てるかな？屋台ですか？アイマンさんは出すって言ってたよ。二人には心配かけちゃった分何かおごってあげよう。安いな、私たちの心配。たい焼きにアイスをつけるから勘弁してよ。足りない足りない、妖精さんの涙はそこに焼きもろこしがつきますね。やっぱり泣いてるんじゃないですか。いやー、これー、結局その日は夜遅くまでお祭り騒ぎでした。小さな村の英雄たちはみんなに胴上げされました。村の人たちですら話を全部信じてるかどうか怪しいものでしたが、その時は楽しく浮かれて祭りを楽しみました。ダンジョン村には今日も冒険者たちがやってきます。アジダハカを倒したことで心配していたようなダンジョンの変化はダンジョンにはなく、今まで通り宝箱や強敵が徘徊しているようです。ハンターオフィスは前にも増して盛況で、路地に賑やかな声を漏らしていました。情報屋や道具屋も頻繁に人が出入りしているし、街にやってくる馬車の台数も増えたようです。アナンタはそんな村の往来を宿屋の2階から眺めます。不意に近くを見ると、村の十字路に立っていた幼馴染がアナンタを見つけ、口を尖らせていました。ああ、いけない、もうそんな時間なのか。アナンタは剣を取って走りました。狭い階段で他の冒険者とすれ違い、宿屋のおばちゃんにおはようと声をかけてから外の光に向かって飛び出しました。今日は何が見つかるだろう。どんな敵に会えるだろう。見慣れた3人が待っています。終わった。いやーやば。パートいくつ？これパート30かな？パート30でクリアまで来れましたね。結構いいペースで来れたのかな、ここまで。追加イベント絵を描いてくださった。ああ、女神様の顔グラを描いてくださった。このゲームをプレイしてくださった優しい人、そして見てくださった皆様ですね。このままクリア後の世界に移ります。公民館のお助けキャラから裏話が聞けるようになりました。ダンジョンにいくらか強敵が追加されました。宿に何度か泊まることでクリア後のイベントが進んでいくようになりました。はあ、星表ダンジョンの宿屋イベントが優先されますので、かなり泊まらないと出てこない可能性があります。ほうほうほほう。ちょ、セーブしよう。セーブさせてくれ。なんだ、裏話？裏話っちゅうの聞こうか？誰から聞けんの？お願いあんの？ないじゃないの。ないじゃないの。エンディングまで行ったので、おめでとう。冒険のヒントを消して裏話に上書きしてやるわ。裏話。裏話もしくは、裏話。開発裏話、わーパチパチ。というわけで、作者の代理をやらせてもらってます。お助けキャラです。まずはここまでプレイしていただいて本当にありがとうございました。長いゲームだったけど楽しんでいただけたなら幸いです。
この作品はたくさんの素材屋さんのご好意により成り立っております。こちらの方々もこちらの方々にもありがとうございましたと頭を授けさせてください。出発点はイベント一つない小さなゲームだったのですが、なんとなく続いていたらすごい長いゲームになってしまいました。それもこれも感想を投げかけてくれた皆様と、素晴らしき素材から来るインスピレーションとか開発のやる気につながったものと思われます。なんかどうしても固くなればね。この際作者の言葉じゃなくて私の口を貸して喋らせた方がいいのかしら。じゃあ最後に一言だけ、ここまでのプレイありがとう、楽しめる範囲でこれからもよろしく。いやー、はあはあ、下げない。ちょっと一回宿屋に泊まってみるか。宿屋に泊まってみるかい。これあ、そういえばなんかアイテム手に入れてたな、アジダハーカ倒した時に。これか、マグマに落ちたアジダハーカの鱗、再生力の力へ宿る。はあ、再生を止めた竜の鱗、焼けただれた部分と再生が始まった部分とでまだら模様になっている。鱗の力はまだ残っているが、ロビの意志は持っておらず、使い方次第で非常に優秀な材料となりそう。何かを再生できるかもしれない。ほう、イベントがありそうだな。一回休みに泊まってみよう。泊まってみようか。偉大なるダンジョンの神、ゲームクリア済みほか。世界の危機に私参上。遅いよ。なんだ、滅びの竜が復活するって話じゃないですか。でも安心してください、これからは私が。いや、それもう済んだよ。は？もう倒したんだよ、アジダハーカ。知らなかったの？え、ちょ、マジで？リアクション濃いな。あれ、でも、神様連中みんな知ってるんじゃないの？そういう話だったけど。だって私ずっと地上にいたし、どうせ展開にだって私みたいに下っ端まで噂回ってこないけど。それより倒したってのは本当なんですか？うん、そうなんだ。だから女神様は安心して。冗談じゃないですよ。なんで私炙られてるんですか？で、マントが渇望してたんですよ。喉奥の下から手が出るほど落ちてましたよ。いや、知らないけど、そこは普通に喉から手が出るほどっていない。やはり人間と女神では誠一座現実はありえないというのか。なんで急に詫びてんだよ。少し落ち着いて。だって私のドレスだって新調したのに見て、シナリオもびっしり書いてきたの。イラストまで入って、でもタイトルが、ああ、女神様なのか主役になる気満々で向かず。ギャグキャラがシリアスなことすると展開が引き締まるの法則を採用してですね。そんなプランは空気はないけど、一応自分がギャグキャラだって自覚はあったのね。こうなったら私は私なりの意地を見せるしか。待っててくださいよ、必ず出番を作って帰ってきますから。はあ、ああもうここちょっと掃除しておいてね。割と掘り立つ。知らないよ。もう一回泊まってみよう。もう一回泊まってみよう。お、夏休みダンジョン工作クリア後。むむむむー。うん、おや眠そうですね、アナンダさん。なんだろうね、最近やけに眠いな。大仕事終えて気が抜けたのかな。それで女神様はなんで難しい顔してるの。いや、考えたのです。今後どうやったら私が活躍できるかなって。まだ諦めてなかったのか。ただ今一つ人間の需要というのがよくわからなくて、アナンダさんは何がいいと思います。何がって何かしてくれるの。何か希望があれば、ちなみに穴を掘ったり壁を作ったりが私の専門分野。どうです、村に壁を生やして迷路にしてみるとか。いや、それはいい。ねえ、ちょっと思いついたんだけど、ダンジョンの拡張とかもできたりするの。ダンジョンの女神ですから、なんなら新しいダンジョンを作ることも可能ですか。なんだとうわー、何事、新しくできるの。それを早く言いなさいよ、この村一番の授業じゃないのよ。そうなんですか、私てっきりはダンジョンなんてもううんざりなのかと。何がうんざりなものか、本当にできるなら大平の眠気も吹っ飛ぶくらいの楽しみだよ。確認するけど、本当に作れるのね。はあ、この辺りは土俵はいいし、近日中に完成すると思いますよ。はあ。どこに作ってくれんの？アナンダさんに聞きたいことがあった。なんでみんなより耳が長いんですか？確かに、それ気になってた。エルフかなんかかなと思ってたけど。え、長いかな？どう見ても長いじゃないですか。え、あ、エルフなんですか？でも魔法使えないエルフって変ですね。じゃあなんだろう？なんなんです？あー、いや、そのこれは。え、知らないの女神様。長いこと選手をやってると耳が伸びてくるのよ。すごいフォローに入ったな、それ、ベネッチ。え、そうなんですか、それは知らなかった。あれ、でもラルフさんは短いですよ。彼はまだ成長期に入ってないわ。これからじゃんじゃん伸びるのよ。そうよね、あなた。そう、ラルフなら1メートルは超えるよ。それは大きすぎるな。もっとうまく合わせろよ。選手は耳が長くなるの？なるなる。言われてみると耳が長い選手もいたような。いや、いないような。いた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 。いたかも流されてる。わかりました、戦士ってそういうもんなんですね。世間知らずな私が恥ずかしい。アナンダさん、失礼しました。じゃあ何、分かればいいのさ、分かれば。その理由は何なんだい。では私はこれから作業に入りますので、何日かかかると思いますが、またご報告に参りますね。いってらっしゃい。
危ないところだったわね。本当ね、もう少しで私がただの人間じゃなくて村一番の天才であることがバレてしまうところだった。どういうことなんだ。おい、ちょっと自重しろ。しかしまあこの手の話題は久々だったな。完全にスルーしてますけど、アナンタちゃん。まあ楽しみにしておきましょうか。もう一回止まってみよう。さて、浦安夏休みダンジョン工作2。なんでこんなに、あれ、お、奇遇だね。どうダンジョン進んでる？え、あ、結構進みましたよ。まだ発展途上なのは否めませんが、ダンジョンとして一通りの魅力は揃ったという感じです。10階層ほど作り、適当な魔物と宝箱を設置してみました。ダンジョン、宝箱と魔物って女神ちゃんが、あの、ダンジョンを女神ちゃんが設置してたんですよ。いや、そんなに褒められるほどのものでは。あ、やめて、すごい勢いで頭撫でるのやめて。どうしてそんな暗い顔してるの？どこで情報が漏れたのか、私の作ったダンジョンに盗賊が大量侵入してきてるんです。賊だけに続々と。なんだと？スルーされた。盗賊の方たちがですね、私がダンジョン作るのに必要なエネルギーを、あ、これダンジョンエネルギー、以下 DE っていうんですか、これを根こそぎ奪っていってしまったのです。おかげで私のダンジョン拡張が止まってしまいました。どうやって奪っていくんだよ。多分金と勘違いされたんじゃないかな。 DE の見た目って金とそっくりなんです。はあ、 DE はすぐに腐食するから貴金属としての価値も全くないんですけどね。そのうち皮を剥いたまま放置したリンゴみたいな色になります。はあ、取り戻しておようか。それは願ってもないことで大助かりですよ。奴らまだ男女内に潜伏してますから、あなたさんたちならすぐに取り戻せるでしょう。手配書を見せますね。手配書まであるのだ。本格的だな。ほう。おい、これおい、雪女一族最高を目指して活動する女の子、お金っぽいものに興味津々って、こんな女の子が凶暴な盗賊なの？愛ちゃんの親戚の方ですかこれ。手配書に、翔くん、埋蔵金といえば私だとばかりにやってきた勘違いしてる人、片時も離れずに控えてる隠密はその名も高き。おい、顔見切れてるマントで顔が見切れてますから。それ、この間あやか、第3層かどっかにいたあいつか。悪の秘密結社、戦闘員がわずか2人という極貧状態でやりくりしてる悪の組織。ダンジョン内で金っぽいものを見つけては狂気乱舞しており、真実を知ると立ち直れないかもしれない。悪人じゃないな、みんなそんなにな。宇宙からの侵略、こんなものまで、てかダンジョンに UFO で乗り込むなんて何考えてんだい。すいません、急激にやる気が出ましたか。落ちてるんです。とにかく DE を取り戻してくれれば、こちらはダンジョン拡張という形でお礼をします。はあ、なるほど。私は先に裏ダンジョンっていう名前なんだ。裏ダンジョンにはレベル120以上あれば、宿屋の右の魔法陣からワープできるようにしておきます。それじゃあ皆さんにもよろしく。あゆー。ほう、仕方ないな。ダンジョンの拡張は必要だし、暇つぶしを兼ねて盗賊探しに協力するか。はあ、宿屋の右手に裏ダンジョンのものも魔法陣、推奨レベルは130以上、力不足だと感じたら既存のダンジョンへどうぞ。あは、今130ぐらいだっけ。ちょうど130だね。もう一回止まってみよう。拾ってきました。イベント、クリア後あなたレベル131以上。タヌキの置物。あの、さっきからお姉ちゃんの隣でものすごい存在感かもし出してるタヌキの置物は一体何なの。これダンジョンで拾ったの。何をさらりと、まず拾ったという大きさじゃないから、すっごく可愛いでしょ。私も頑張っちゃった。この国技をかしげた感じが最高だと思わない？可愛いかな。愛嬌なる造形だとは思うけど、ぬいぐるみの可愛さなんかとはまた別の。見れば見るほど可愛いでしょ。そうですね。でもね、この最高に愛らしいポーズは一つだけ問題点を抱えてるのよ。何？あなたがこのポーズを見た時に、ガンをつけられたと勘違いしてタヌキを攻撃しないか心配なのよ。あなたちゃんもそこまでバカなんじゃないんじゃないかな。でもあなたちゃんのことだからやりかねんな。いくらなんでも、それはないでしょ。お姉ちゃんだってそこまで完全に振り入りました。完全に振り入りましたよ、これ。来た。さて。怒ってる。怒ってる。踏みとどまった。これは予想外。なかなか大したものね、あなたも。成長してるんだね。お客底を期待していた自分が恥ずかしいよ。鎧装備してますよ。やめて、タヌキ相手に本気装備はやめて。あなたちゃんはこれ、もう一回。まだ結構イベントあんな、これ。もうないか。はぁーん。裏ダンジョンね。お、これか。古民家にいたお助け会がクリガー越しをエトチェンジしました。できることはレベルの上げ下げといつも通り。究極のポーチ目指して。宝船売り場をさらに強化。はぁ、あ。はぁ、あ。
アジダハーカのところが気になるんだけど。アジダハーカちゃんのところ、これどうなって、なんもないのかな。なんもないと思っていいの。なんかこういうところはさ、後で来たらさ、意外とめっちゃ宝が置いてあるとか。そういうことはなかったんですね。そういうことは一切ないんですね。これね、残念なんですね。こうごっつ宝が置いてあるとかさ、あるじゃん。ありがちな展開じゃん。ありがちな展開だと思ったんだけどな。残念。残念でごっす。ということで、裏ダンジョンですね。ここまで何分、何時間で来れたの ?35 時間。35時間で表へランダムダンジョンのクリアっていうことなのかな。結構割と後半サクサク来れたね。いやー、しかし楽しかったな。まあ、次回はね、一応パート2かパート3でも言いましたけれども、一応この表っていうの、表ダンジョンをクリアするまでっていうのはね、一応このランダムダンジョンっていうゲーム実況をメインで、サクサク動画を投稿していくっていうお話をしてたかと思います。で、表ダンジョンクリアした後は、一応他のものをね、メインでやりつつも、ランダムダンジョンはまあ更新頻度を落として動画を投稿していきますというお話をしていたかと思いますので、まあ一応その通りに、やらせていただきたいと思います。ランダムダンジョンをね、こうもっとバリバリどんどん投稿速度上げてやってほしいぜっていう意見もね、多分あると思うんですけれども、いやー、なかなかね、こう作者様をね、待たせているゲームとかも多々あるので、本当にね、いやー、ランダムダンジョンをね、どんどんやっていきたいなっていうところではあるんですけれども、もう、ちょっと、あれだね、もう作者様を2年待たせてるゲームとかもあるんで、うん、まあ、ちょっとそこはね、本当に、申し訳ないんですけれども、ご了承いただけると、助かります。まあこのランダムダンジョンね、別に表ダンジョンクリアしたところでやめるっていうつもりは全くございませんので、まあ、裏ダンジョンもね、引き続き楽しんでいきたいなと思っております。まあちょっと更新頻度は落ちるかと思いますけれども、もしよろしければ引き続き私の実況でお楽しみいただければ幸いでございます。それでは、次のパートでお会いしましょう。またね。